はいどうも皆さんこんにちは。本日もモンスターハンターライズの動画を撮っていければなと思っております。そして今日なんだけど、今年の4月から5月にかけて海外のリーク情報で G級相当作品の噂が出回っておりました。皆さん覚えてますでしょうか？まあ、覚えてる方が結構多いんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうかね。で、今日はですね、4月から5月に出回っていた G級相当作品のそういったリーク情報と、今回公式が発表したサンブレイク、こちらの情報と付き合わせて、どこまでリーク情報が合っていたのか、そこについて確認していければなと思っております。ですので、今回の動画、海外のリーク情報が含まれますので、もしそういったのが苦手だよっていう方は、先日公式情報に基づいた動画を何本か投稿してるんで、そちらの方をご覧いただければと思います。っていうことで、早速中身に入っていきましょうか。さてと中身に入っていきたいわけなんですが、もし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。さあ、そういったところで内容に入っていきたいわけなんですが、まずですね、左上のメモが今回の公式情報に基づいた情報になっております。で、右下のメモが今年の4月から5月に公開された絵画のリーク情報になっております。では、まずですね、絵画のリーク情報、どういった情報が出ていたのかっていうところについて整理していきましょうか。で、いくつかピックアップさせていただいているんですが、まずですね、皆さんご存知の通り、G級相当作品は2022年に発売するんじゃないかっていうことが言われておりました。さらにそれっていうのはダウンロードコンテンツになっていて、30体の G級モンスター、さらに5種の新フィールドの追加、そしてダウンロードコンテンツのタイミングは4月から6月にかけての可能性が高いと。またモンスターの新しいモーションが追加されます。それプラス、西洋がモチーフになってると、そういった情報が出回っておりました。当時は、いや、このリーク情報絶対ガセだろ。え、だってさ、お前、カムラの里って和風だぜ。なんで西洋だよ、おかしいだろ。とかなんとかかんたら言われてましたね。まあ確かに僕もね、当時はそう思ってました。あれ？ちょっと待ってよ、モンスターハンターライズって和風ですよね。なんで西洋妖怪が出てくるの？みたいな。そこはすごく疑問に思っていたんですが、まさかね、それが現実になると思わなかったわ。ですので、絵画のリーク情報、信憑性はともかくとして、出回っていたわけなんだけど、結構合ってたんだなと、今思ったら感じましたね。結構合ってるんじゃね？みたいな。まあ、時期が若干ずれてしまってるんですが、概ね合ってるのかなと思いました。ただ現時点では、G級の追加モンスターが具体的に何体なのか、あとは新しいフィールドがいくつ追加されるのか、そこについてはまだ公開されてないからわからないけど、ただここら辺も合ってる可能性が実は高いんじゃないかなと思いましたね。まあモンスターの数に関しては20体から30体っていうことが言われているんですが、まあ G級っていうことで、まあ追加モンスターの数も妥当だから普通にあり得るんじゃないかなと思いました。そして新フィールドについてなんですが、城みたいなフィールドと大砂漠が追加されるみたいな、そういった情報も出ていましたよね。当時は、いやいやいや、ありえねえだろ、嘘つくなって思っていたけど、実際に、城みたいなフィールドが、左下見てもらったらわかる通り、登場しているので、まあ、これもね、あながち嘘じゃなかったっていうことがわかると思います。いや、びっくり仰天だな。本当にここに関しては予想外だわ。俺絶対さ、これガセだろうと思ってたから、実はガセじゃなかったっていうね、とんでもない状況になってますよ。ただ、大砂漠に関してはどうなんだろうな。一応リーク情報では、ジエンモーランが復活するみたいな、そういった話が出てきてるわけなんで、もしかするとそれも合ってるかもしれないなと思いました。まあそんな感じになっているわけなんですが、皆さんはどう思いますか？もしよろしければ、コメント欄開放してるんで、皆さんのご意見であったりとか、感想であったりとか、ないしは予想であったりとか、こうなるんじゃないかとか、いろいろ書き込んでいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。皆さんで一緒に、情報共有していきましょう。ただ続報に関しましては、あと1週間後に確か出る予定になってたから、まあ、ちょっとね、この動画いつ出るかわからないけど、まあまあまあ、とりあえずね、首を長くして待っておきたいなと思ってます。けど20体から30体の G級モンスターってどうなんだろう。まあ、新モンスターとして20から30追加されるっていうことでしょう。まあ、妥当な数じゃないかなと思っているんですが、ただもうちょっと追加してくれたら嬉しいなとは感じてます。だけどさすがに30体以上は難しいのかな、どうなんだろう。この拡張コンテンツにも無料タイトルアップデートが来ると思うから、随時また新しいモンスターが追加されていくと思うんですよ。まあスタートの時点で20から30体のモンスターが追加されるわけだから、まあこれはこれで大きいですよね。で、あとはやっぱり新しいフィールドが気になってくるなって思ってます。まあ少なくとも
城跡みたいなところは追加される可能性が高そうだから、ここに関してもかなり楽しみですよ。けどね、雰囲気的には本当にシュレイド城みたいな感じがしますよね。まあシュレイド城の一部なのか、それとも近辺のそういった城なのか、それとも全く違う地域なのか、ここについても明らかになってないですが、ただかなり意味深ですよね。あとは赤い月がね、まさにドラキュラみたいな、そういった雰囲気を醸し出しております。いやー、新モンスターめっちゃ楽しみだわ。ただここで気になってくるのが、海外のリーク情報では、〇〇化みたいなものが、情報として出てきてなかったんで、ちょっとそこがね、個人的に気になってるところですね。こちらの画像を見ていただければわかると思うんですが、赤い月をバックに、新しい新モンスターが、赤い鱗粉みたいなものをまとっております。まあ画像で見ると、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、映像で見てみると、赤い鱗粉みたいなものが、オーラとして、まとっている状況なんですよ。ですので、これっていうのは、以前の動画でもお話ししましたが、バルファルクであったりとか、ゴアマグラみたいな感じで、他のモンスターに影響を及ぼす可能性があるんじゃないかなと思ってました。まあそれこそ〇〇化みたいな感じかな。まあ極限化なのか、恐竜化なのか、どういった〇〇化になるかわかりませんが、それの類のものになるんじゃないかなと思っていたんですけど、ただね、リーク情報では出てないから、もしかすると、これっていうのはないのかもしれませんね。どうなんだろうか。まあちょっとね、そこについては何とも言えないところなんですが。けどまさかね、西洋系が拡張コンテンツとして来ると思わなかったわ。皆さん、予想してましたか？いや、ここに関しては、マジで予想できた人ってあんまりいないと思うんですよ。見てもらったらわかる通り、このモンスターハンターライズ、和風モチーフなわけで、洋風な感じが、ロンディーネを除くと、全くないわけなんで、まさかね、拡張コンテンツで、洋風が来ると思わないでしょう。まあ、ロンディーネの国とかに行けるんじゃないかとか、別の国に行けるんじゃないかっていう話はありましたが、ただまさかここまで洋風だと思わなかったわ。それがね、本当にびっくり仰天だなと思いました。思ってるより洋風じゃねえかみたいな。まさにそんな感じでございます。まあやっぱりさ、ロンディーネが関係してそうな感じがしますよね。だって、カムラの里で唯一洋風な雰囲気が漂ってる、そういったお方なんで、なおかつ他の国との接点もあるっていうことを考えたら、やっぱロンディーネが鍵になってくるんかな。まあ普通に考えるとそんな感じがしますが、ただ現時点では公式情報としてロンディーネが確実に絡んでくる、そういった話は出てないから何とも言えないところなんですが、ただかなり大きなキーパーソンになってるんじゃないかなと思いました。ちなみにリーク情報ではどういった固定キャラが次の物語に絡んでくるかっていうところに関しては情報は出てませんでした。本当にね、ざっくりした情報で、20から30体の G 級モンスター、あと新しいフィールドが追加されるみたいな。で、なおかつ西洋がモチーフになってるみたいな。そういった情報だけだったんで。まあ、ここからね、どんどん、続報が出てくるのかなと思いました。いやー、楽しみすぎるわ。サンブレイク。皆さん、楽しみですね。けど、サンブレイクが出るのが来年の夏だから、結構期間が空いてるんですよね。結構期間が空いてるから、どうなんだろうなっていうところ。その間に大型アップデートがあるのかどうかっていうところがめっちゃ気になるわ。だってさ、冷静に考えて、下手したらあと10ヶ月ぐらいあるわけですから。最長でね、最長で10ヶ月。最短でも、あと8ヶ月ぐらい時間がかかるわけですから。いやー、これはこれでね、結構厳しいのかなと思いました。けど普通に考えたらやっぱり大型アップデートが、あと1、2回ぐらいは来てもおかしくないですよね。感覚的には。まあそこについてはまた別途他の動画で語っていきたいと思っております。まあ来るとしたらバージョン 4.0、バージョン 5.0、ないしはバージョン 6.0 になると思うから、そこについてはまた別途考察していきましょうか。いやー、バージョン 4.0、どういった内容になるのか、バージョン 5.0、どういった内容になるのか、そこはね、本当に気になるところ。まあこれからもね、継続的に公式から情報が出てくると思うから、そこについてもいろいろ考えていければなと思っております。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。